すみません、ちょっと遅くなりまして。見えます？あ、はい、できました。来ましたね。よし。結局二人でやってるけど、今全然意味がないんですけど。どっちかが、遅れますから。よし。さあ、じゃあ、やっていきましょう。いつも通り、あ、北さん、すいません、見てもらって。20分間の、脂肪燃焼トレーニングです。これからやる動き説明します。それを、できれば全力でいきます。ただね、場所によっては、ここでたまたま走れるんですけど、走れない環境って結構あると思うので、ドタバタできない場所でもできる動きをやって、で、小さな動きと、激しい動きと両方やってきますんで、で、20分間、で、基本的には休みがないです。休みがないので、途中で各自休憩を取っていく感じになります。さあ、じゃあ、今日ね、16種目あります。延べ16種目。で、1個目が、パワーアップといって、手をついて、腕立ての体勢。ここから、一気、これは多分いけるかな。一気にやります。で、これを、このまま上げてもらっても結構です。一気にいかないで。で、二つ目、プランクパンチ。いわゆるホバーです。ホバー。肘ついて。この状態で、片方ずつ斜めに、前と横にパンチ。一回ずつ。横とパンチ。ね、2つで3つ目トゥートゥーヒップシットアップ、レッグレイズをお尻と足立つです、ね、これです2つ目で4つ目でこれが3つの動きいっぺんに出てきますゴーアジリティといって横に飛ぶラテラルスクワット4つ1、2、3、4で前後にランジ1、2でスクワット2回なんでちょっと跳ねれない環境の場合はこれでいいです踏み込んで踏み込んで4つ前に踏み込んででスクワット2回とこれですねでウッドチョップこれねインスタライブ逆にね、反転しちゃってるんで、右左逆もおかしくなっちゃうんで、とにかく肩をね、斜め下、斜め上、斜め下、斜め上。これもう、ずっと同じ方向やっちゃっていいです。後半別の、もう一歩出てきますから。で、ハイニー。で、できる手を上にタッチしていきます。もちろんこれも、跳ねなくてもいけます。で、ウッドチョップ逆。逆です。で、クォーターターンスプリント。クォーター4分の1です。8歩。走って、で、戻ってきます。で、これも、早歩きでやってもらってもいいですから。ね。で、ここから、今、一応8歩やったんですけど、8歩やったら、逆に上がってきます。8番目にやったクォーターターンスプリントをもう1回やります、はい、8種目を1から8までやって8から1までいって1から8ですこれでセット1終了ですなので今の8個を合計3回繰り返すと思ってくださいでセット2ここからもう8個あります1個目ソリッドスクワット3回で開きます123で123ですでこれ跳ねないでいくのなかなか難しいかな閉じてきて、よいしょと。これでもいけるかなと思います。で、リバースプランク。腕立ての逆。これで、片足を上げてください。そうすると体幹だけじゃなくて、支えてる方のふくらはぎ、ももの裏、お尻まで来ますんで。それ上げっぱなし。上げっぱなし。そうそう。は
はい、リバースプランク。で、パワースクワット、これは前に、あ、とりあえず4歩1、2で詰まっちゃったら逆向いて3、4でいいですから、で、ジャックで4回1、2、3、4でジャックでターンすると。これもまあ跳ねない、なるべく跳ねない程度でやってもらってもいいですから。リバースプランク行くと逆です、逆で。この後半これがたくさん出てくるんですけど、ワイドスクワットプッシュバックといって、足平行でワイドスタンス、お尻下げて空気椅子です、主に。で、このままできれば足の裏、内側、外側と少し動かし続けます。これ2回出てきますよね。はい。で、スケート&ドロップ、横に一歩飛ん でそのままバーピー、よいしょ、飛んでバーピーと、この2つ、これの繰り返しです。で、もう一個スクワットリバウンド、前に踏み込んで跳ねる。で、これも踏み込んで止まって戻ってもいいと思います。とにかくその環境でやれる環境でやってください。で、最後もう一回これが出てきます。ワイドスクワットプッシュバック。で、これが8番目なんで、1,2,3,4,5,6,7,8,8,7,6 なんで、これが、1種目25秒なんで50秒いきます。50秒したら止まってる感じですね。で、一応今の通すと大体20分です。で、ここから音楽かけて本番やっていきますんで、一回水分取れたら取ってください。よし、いきます。音楽大丈夫ですか？インスタライブの横でリモートでトレーニングやってるので、変に話しかけてるのはそっち向きなんで気になるんですよ。では行きます。最初のパワーアップから。This is the Factor in Extreme Styloid Workout, starting with Power Ups. ここから一気に立ち上がります。レディーゴー。もちろんこれを跳ねないでいってもらってもいいです。これでも OK です。一種目25秒続きます。ランパンチ、肘ついて片方、前にパンチ戻して横にパンチ、これ膝ついてもいいです、膝ついても OK です。前と横で一瞬止める感じ、超ヘップセラップ、お尻と足と足タッチ。下腹、主に下腹部で。遅い。上半身止めたままでいいから。Go agility。はい。4つ、1、2、3、4。ランジ、スクワット。1,2,3,4 フライオスパッツ、もちろんローオプション、フロントランジスパッツ、これで OK です。ウッドショップライト、斜め上もっ
っち膝を落として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 斜めに。で、上げられたら、もしくは跳ねない、跳ねない、どっちでもいいですよ。さっきの逆。脇腹使ってます真横に行って Quarter turn さあこれです8番目8歩4分の1 4分の1戻ってもう半分ですよ。Good job, left. 下からですから、2番目にやった方。まあ、途中休憩いいし、パクリ取ってください。休憩ないですからね。動きが鈍くなってきて動いてるんだったらもう一気に休んで次に備えた方がいいです。全力クラフのが目的です。はい、ニース。これはスプリントと違って膝をしっかり高く、高く、スピードよりも高く。もちろん手なくてもいいです。Wood chop right。あ、すげえすげえ。動き鈍くなったらストップね。なんか鈍くないですか。よいしょ。Agility. 4つフライをスクワット2はい、すいません So hip sit upはい、上半身で固定、下半身だけ、上半身動くとペース落ちるから。あ、プランク、パンチ。ギリついて、フライパンチ。続けて。さあこれを最初に戻ってます。ここからもう一周しますから、そうです、このパワーアップが倍の50秒です。はい、手と足を入れ替える。あと半分、
inches. 肘ついて。フラパンチ。前横。前横。はい。Toe hip sit up. Go. あ、登ります。ラテラルスクワット4。3、4、フライアランチ、フライアランチ、スクワット2。3回か。ウッドチョップライト。Quarter turn sprints. Solid squats. Close that. 1, 2, 3. 1, 2, 3. しっかり下げて。しっかり下げる。Reverse plank right. 腕立ての逆。Power squats. 4つ、まあ、そりゃ、その場で4つも。1、2、3、4で逆。それでいこう。ちょっと横でいこう。2、3、4、1、2、3、4。本当は前に飛ぶんですけど、飛べる感覚なかなかないんで。Reverse plank left。さっきと逆の足上げてください。Squat pushbacks. 足平行で、平行でワイドスタンス。閉じ、落として、キープ。そのまま、足の裏、内側、外側です。膝がいいアウト、いいアウトします。つま先前向いてます。Skate and
and drop. 右に飛んで片足でバックで反対に飛んで手バビ。Squat rebound. 前に踏み込んでラウンド。スクワットリバウンド。よいしょ。あと7分残ってます。さあ、ここだ。さっきと同じ。ワイドさん、つま先前。ダウン。イン、アウト。足の裏、内側、外側。もう、まあ、ほんと空気です。マスクないだけマシ。あと半分。
Reverse plank right. さあ、もう一周ラストです。右足アップ。Nice. Ramp up. Check. Got it. Reverse plank left.左アップ。Wide squat push back。さあ、残り4つです。ワイドスタンス。ダウン。キープ。インアウト。膝を内側、外側。さあ、残りこれ含めてあと3つです。はい。よいしょ。スクワット、リバウンド。踏み込んで。さあ、あと2つ。ここで休んだらもったいない。ラスト1個平行ダウン延べ48種目やるんですけど、これ48種目目です。さあ、シュシュ。Fatburn Extreme Styloid Workout is now over. Let the afterburn begin. じゃあ、後ろのかかと上げてお尻入れてください。で、肘たたんで頭を後ろ、まあ、そんなに今日手つく動作なかったですけどね。じゃあ、後ろ足一歩前、左後ろ足を曲げて右足、前の足伸ばします。前の足のももの裏、その後ろ足をクロス、上伸び、見えますか。反対、逆の足後ろ、肩、うん、腕の裏、後ろの足、お尻入れます。ここいる。一歩前、前の膝伸ばして、
前の裏、前の足のももの裏。後ろ足クロス。足広げて。膝に肘、股関節。両手、膝、肩入れて。反対。起き上がって。手を後ろ、斜め下。手をクロス、前。今日は以上になります。ありがとうございました。1ヶ月に1回になっちゃいましたけど、こんな感じでまた来月末、に、いつも新しい曲が、ね、毎月21日ぐらいに配信されてくるんで、それ以降にライブ配信1回やりますんで、もしよかったら見るだけでもいいですし、よかったら動いてみてください。ありがとうございました。そしていつも切り方がわかんない。なんだっけ？これでいいのか？